皆さん、今回もイフニーズチャンネルを見ていただいてありがとうございます。今回は炭酸アンバサダーの仕事の一日ということで、今私は空港にいます。これから羽田に向かいます。そんな一日に皆さんついてきてください。じゃあね。羽田に着きました。もうね、福岡から羽田の間爆睡しておりました。2時間、一回も起きることなかったね。本当にすっきりしました。明日から頑張りたいと思います。皆さん、おはようございます。今日は私が100万年愛用しているこの炭酸ソーダスパフォーム、炭酸アンバサダーとしての、お仕事を皆さんにシェアしていきたいと思います。気持ちいいですね。こうやって朝晩洗顔代わりに、私は泡を出せるだけ洗顔、ソーダスパフォームのアンバサダーの一日をお送りしたいと思います。いい感じです。ツルツル。今日はこちらで撮影でございます。頑張ります。お願いします。あ、吉松です。お願いします。これ楽しみ。気になってたらこうガシガシガシってやるやつですよね。そうです、そうです。一回マックスマックスにしてみます。これ手にも反応するでしょ。する、あのちょっとピリッとしますよ。これで痛いの、ね、こことかやってくるんですか。ここ、今プチパチって言うじゃないですか。それが痛いんですよ。でもそんな大丈夫、大丈夫。でもね、頭皮はね、やっぱ顔と皮一枚だから、ちゃんと頭皮ケア、私もこういうの使ってゴリゴリやってますもん、日頃。本当ですか、素晴らしい。あ、でもここ、こめかみゾクゾクするですね。結構ね、ほほほほってきますよね。オイル、いや、炭酸なんですよ。炭酸でもいい状況だよね。でも上げて私、炭酸を、炭酸洗顔代わりに使ってるんですよ。ソーダスパフォームっていうの、ふわーって泡になって、なんかホイップクリームみたいなのを顔にのせるだけだから摩擦がゼロ。やばい。でしかも炭酸だからめちゃめちゃ汚れも取れる、なのに突っ張らないし、もちもちキメが整う。買いますでも本当にいい。これは別にそんなアンバサダーからとかじゃなくて、しかも今日朝炭酸パーク2回2ラウンドやってきましたんでね、試合みたいな。そう、2ラウンドやってきてからのこのお手入れなので、ビタビタに仕上がってると思う眉毛綺麗。眉毛大事ですよね。眉毛綺麗。めっちゃ寄ってくる。どうですか、綺麗。でも綺麗、眉毛綺麗。あ、顔が仕上がってきました。あ、なんか全然違う顔が突如美しくなりました。顔面を作っていただきました。今は髪の毛をしております。今日は巻き巻きです。びっくりしちゃった、なんか二度見しちゃった、その自分の画面見て鏡で見る感じが違うんですけど、さっきも生々しいすっぴんだったから生々しいライティングと生々しいすっぴんでお届けしてありのままをお届けしてたので、ちょっとお顔が仕上がった時に二度見しました、画面を。少しございます。できました。今から撮影に行きます。艶が素晴らしいと褒められました。
とヘアメイクさん目線で急にお届けしております。ちょっと直しつつね。いいつよ、いいつ、嬉しいです。ストロゴとの相性だった。バッチリです、バッチリ。はい、いいね、いいでしょ。あ、爽やかで、はい、いいんじゃないですか。綺麗、はい、全然でも綺麗で、はい、はい、取りましょう。開けで、開けで、あ、そう、虹リストの付録です。じゃーん、こちらリストと炭酸、あのメディックバスのコラボ商品がね、リストの、ね、付録になってるんですよ。かわいいですよね。私もいつも、ね、お風呂入ってて絶対使ってる炭酸商品なので、気になる方はリスト買ってみてください。撮影お疲れ様です。今公文社のリストの撮影が終わってですね、次は、2軒目の撮影に向かいます。今から銀座。そしてこちらはですね、あの炭酸アンバサダーの千葉先生です。どうもです。千葉先生も、ね、身長175もあってスラーっとしててポッキャッチの、ね、先生ですよ。はい、あの千葉先生はどういう性格でしょうか。王子、はい、千葉先生は本当に男っぽいですよね、きっとね。うん、なんか同じ匂いがしますね。ブラブラ早くそれをさせたかったですね。気が合いますけどね、でもやっぱり。いや、でもあの炭酸をそんな先生は全身に使ってるっていうのはちょっと結構衝撃でした。いや、なんか本当炭酸しか取らないからね。本当に、本当にそうなんだよ。肘も膝も、かかともくるぶしも、VIO もお尻も全部。私は結構顔だけ。もう傷ついた時、怪我した時とか治りが早いから。うん、それでもね、なんかね、その時間何をするって言ったらね、ストレッチ。ストレッチもする。でもさ、本当に日々世話しないので、ここでちょっと、一石二鳥。一石二鳥。そう、一石二鳥。なんかせっかちな人が考えがちなんだけど。でも本当、すっきりしますよね。結構ガッツリアイラインは塗りますか。ガッツリ。人脈麻酔。うん。で、粘膜大丈夫ですか。大丈夫です。まあ、基本大丈夫ですもんね。だって、口の中もいいってことは粘膜。え、そうなんですよ。だから、本当にやってみて。じゃあ、ちょっと勇気を出して、アイライン の, あの粘膜をギュッと塗ってみます。なかなか見られないんだけど、まあ、とりあえず、まあ、手触りとかあるから。炭酸、ソーダストフォーマー、血の人にね、効くって。あ、効きます。血行促進、血行促進が一番、ほら、やっぱ血を治すには、そうこれ見てる人血を治したいと思ってるのでぜひね、いや手に取って勇気を出して塗ってみてほしい。次の時間で、とりあえず炭酸、うん、とりあえず何をやりたいですか。インスタ、インスタもやらなければいけない。だって私フォローしてるけどあんまり写真上がってこないですもんね。シャーマン求めてる。あれですよ、この体を引きらびかす。引きらかす。もうなんかこう鶴のような体。なんか本当すごいの、ほら見て。見てこのこのおみやし、おみやしすごい、おみやしすごい、もう本当に。いやいやスラッとしてる。私ちょっとね、日本のおしまいくらいの感じでびっくりします。日本のおしまい。私がミカさん、私がミカさん、そうそうよ、お世話する。妹よ。お姉さま。挨拶。はい。ウォーキングのレッスンがあって、あーやっとご飯にありつけて、そして今日は炭酸アンバサダーとしての一日が無事に終わりましたということで、はい、まあ今日は公文社のビストという雑誌と健康ジャーナルという取材を受けましたということで、今日もイクミンのアンバサダーとしての一日が面白かったよという方はグッドボタン、そしていいねボタン、そして登録お願いします。またねー。